アテオ・アキヒコは、日本の実業家。井出光ツ・コさん株式会社社長、石油連盟会長、武蔵野美術大学理事長などを歴任。1939年11月16日、東京都中野区で3人兄弟の次男として生まれる。天望という名字は、奈良県の天の望という創員がルーツだという。父の仕事の関係で、大阪、北海道、 東京と6つの小学校をめぐり、最終的には小学校6年生の春、整形小学校に転校する。1956年、高校2年生の頃、父、阿てをひ彦が参議院議員になる。1958年、整形高校卒業。2年間の浪人生活を経て1960年4月、東京大学文科一類へ入学。 学生の頃はスキーに夢中になった。また、大学3年生の頃は、父の公設、第2秘書も経験する。1964年4月、井出光公さんに就職。井出光に就職したのは、就職活動中友人との待ち合わせまでに時間が空いてしまい、時間つぶしで訪ねたことがきっかけ。採用担当者から誘われ試験を受験し採用された。出光入社後、 最初の配属先は福岡支店だった。その後横浜支店本社石油開発室へと移動する。本社に新設された石油開発室では日本海の新潟、阿賀沖の開発に携わる。1971年に敷屈を開始し商業生産が可能と判断。1976年日本初の本格的な養生油田となる阿賀沖油。 ガス電が生産を開始した。1985年7月、15年間従事した石油開発事業から転身し、国際金融課長として為替を扱うようになる。石油代金の決済に必要となる外貨の調達業務に当たる。1988年夏、井出光ヨーロッパの社長に就任し、ロンドンに赴任。在任中に、 ノルウェー領北海での油田買収とポルトガルでのガソリンスタンド網の構築に尽力する。1991年7月、取締役部長として帰国。バブル経済が崩壊し、株価が下落する中、有利子負債圧縮と事業の選択、集中に取り組む。2002年社長就任。また、2006年度に上場することを社内外に発表する。 社長在任中の最大の投資は、ベトナムでの製油所の建設、運営事業。構想から15年、総事業費1兆円を投じたベトナム中部、タインホア省のニソン製油所は、2018年に稼働を開始した、東京都出身、整形学園出身、ありがとうございます。